キロ走と、はい、やっぱり300キロ出しちゃうっていうのはすごいですね、はい、しかしその同じコースをぐる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 回ってるでしょ、うん、だからもうやっぱり精神的にもこうかなり強くないとダメでしょうね。ですから単調なことを正確にその繰り返すっていうんですかね、はい、そういう難しさがあるっていうのはこう言われてますね。あ、なるほどね、さあサイスターズが切られました。現在レースは31周です。これは現在ジェフ・ボーダインの車のカメラなんですが、こうやって見てますとあれですね、あのフロントガラスのところにしっかりとした固定したあの、はいはい、やっぱり窓ガラスがこう飛びあのなんていうんですか、外れちゃわないようにとかですね、室内にもあのロールバーって言いまして、スチールパイプで頑丈にこう張り巡らされて、あのドライバーを保護してるんですね、はい、ですからそういう安全性っていうことに対してものすごくあの気を使ってますね。でしかもあれですよね、形を見ますともう本当に普段私たちが見かける車なんですが、中とかそういうのはもう全然違う車って言ってもいいんじゃないですかね。もうあの余計なものは一切ないですから、さあここでジェフ・ボーダインがどうでしょうか、ベル・アンハート、こういったところが並んでおりますが、ニール・ボネットもこの中に加わっています。トップはこれはどうでしょうか、11番が見えました、ダレル・ボルトリップ。これはボルトリップの車になるんですね。そうですね、車載カメラですね、はい、まあ、この人が昨年のシリーズチャンピオンだったわけですが、あのポールポジションを獲得しましたベル・エリオットが28のうち11レース勝ったんですけども、この人はあの4勝でね、得点ではチャンピオンになりました、はい、そうですね、まあ、コンスタントなドライバーだということですね、うん、その、 あの得点の方法なんですけども、随分あの1レースでもって大きな得点みたいですね。そうですね、185ポイントですか、5ポイント刻みで1位2位3位ですから、それは、まあ、あの F1 なんかとは違ってかなりそのポイントがなんていうんですかね、あのそんなに差がないわけですよね、ですから確実に3位4位、まあ、拾っていけば、あ、貯金が増えていって優勝回数が少なくてもそのチャンピオンになれるわけですよね、はい、岡本さんこの辺の3台7台どうでしょう、はい、いやでも日本だったらね、こんな単調なレースだったらお客さん見に来ないんじゃないかなみたいなね、のはありますね、うん、もちろんテクニックってかなすごく必要だと思うんですけどね、はい、支える力とかでもなんていうか、コーナーの攻め方がやっぱりある程度形が決まっちゃうと思うんですよね、うん、だからそういう意味では見てる人はその全部が見れる分ね、日本だと全部が見れるっていうコースってほとんどないですから ね、はい、そういう意味では見れる分にはいいですけどもね、はい、やっぱりアメリカの国民性が出てるレースだなと思いますね、はい、デイトナ500マイルレース、おっと、まあ、これはペティですね、どうしたんでしょう、ちょっとあの右側がさっきもちょっと押してましたけども、そうですね、なんかこのレースおかしいですね、さあもう一回スローでそれではご覧いただきましょう。岡本さん、こういった経験ってありますか。あ、ぶつかったりですか、うんうん、それはもちろんありますよ。そういう時でもこれは時速が随分違いますからね、これ300何キロでしょ、私今まで出したのって200やっぱり30とか最高で40ぐらいですから、やっぱこのスピードでぶつかったらかなりの衝撃だろうなって思いますね、特にバンクですしね。そうですね、でやっぱりペティなんでベテランですから、まあ、なんかあっても冷静にこう対処してますよね。そうですね、さすがですね。わーっとこの瞬間ですけども、まあ、こうやって見てますとあれですよね、あの最高スピードっていうとやっぱり300どのくらい出てますかね。まあ、平均320ですからね、ですからもう350、60いっちゃうじゃないですかね。あ、しかしこうやって擦ってますけども左ハンドルだから、まあ、ペティ自身はね大丈夫かと思いますけども、やっぱりこういうことになっちゃいましたかね、これ。あら、レッカー車で運ばれて結局リチャード・ペティはリタイアということになりました。63周目ですかね、えちょっと残念な結果になってしまいましたリチャード・ペティ、43番のマシン、まあ、あの野球の選手と同じような感じでね、こういった形でもうとにかくゼッケンはほとんど、毎年決まってつけてるという感じがしますね、はい、分かりやすいですからね、その方が。だから分かりやすいシンプルっていうのはアメリカの、
一つのこのストッカーレースなんて全部全体的にそうですよね、はい、あのさっきコースの話出ましたけれども、非常にコースもそのいつも見えるっていうのは分かりやすいってことでつながると思いますし、はい、ナスカーシリーズの開幕戦デイトナ500のレースの模様をお送りしています。東芝優等生セレクト。プアゾン毒、危険なディオールの香り。プアゾンジャンディオール。ファイト！一発！肉体疲労時の栄養補給にリポビタン D、 ワシのマークの対象製薬の製品です。This is Marlboro Country.世界から広がる味と香り、さらに大いなるうまさへ、新しい価格で新登場マールボロ。さてレースは中盤に差し掛かろうというところ、まもなく75周というところです。まあご覧のようにあのこのコースはデイトナビーチのすぐ近くということなんです。さあまだイエローフラッグが振られておりますが、グリーンに変わりまして再スタート、ね、すごいお客さんでしょう。岡本さん、何万人、20万人、そうね、約すごいですね、まあ、富士スピードウェイ、それから鈴鹿のスピードウェイなども、まあ、10万近いお客さんが、ね、入ることもありますけど、はい、デイトナで一番と言っていいんじゃないですか、このレースが、まあ、この前にね、あのイムサシリーズって耐久レース、普通の、まあ、ポルシェ956みたいなレースあったんですけれども、はい、ああいうレースだとやっぱあんまりお客さん入んないんですよ ね、 そうですね、数万単位ですから、入ったとしても5万人ぐらい、ですけど、いかにこのストッカーレースがアメリカでは身近なんですね。そうですね、スポンサーにしてもなんかセブンイレブンとかあのビールのメーカーさんとかね、アメリカの、ケンタッキーフライドチキンですとかね、まあ、この車のカラーリング見ましてもね、いかにもアメリカっていうか派手な感じがしますよね、はい、派手、派手っていうか大胆ですね、大胆、あカラーリングの仕方が、しかもステッカーがベタ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 貼ってあるでしょ、日本のね、ツリンカーじゃない感覚の、ね、カラーリングですよね、